藤江にある石川屋こんにゃく店。ここは昭和28年に創業、こんにゃくやところてんを作り続けているお店なんだわん。店長の石川さんは心太亭製造という名前で落語家としても活動してるんだけど、ここで問題。心太の意味は心が強くて緊張しないという意味である。5 4 3 2 1、正解は、はい、正解は×です。昔ところてんのことを心が太いと書きまして心太と呼んでいたそうで、心太を作る、そのことから心太って製造と名乗っています。